エピソードは全く藤岡弘さん点が出演してません。全部切り抜きのフィルムです。でこれをですね、その藤岡さんが怪我をした後、いやもう吸ったもの出してどうするか。道山本チャンネル。はい、皆さんこんにちは、道山本です。今日はですね、帰国、米国に帰国してから初めての1本目なんですけど、見てください、この背景、大野研究会のたすきですね。これ村枝健二先生ですねが書いたやつです。でここに仮面ライダーのメディコムですね、メディコムのフィギュアがあります。でこっちはですね、村枝先生の改造人間、画集ですね。でこれ僕のやった仮面ライダーね、マスクドライダーのサインの人形、ここにライダーがちょこっています。でこれもちょっと置きたかったんですけど、まだですね、ちゃんとレイアウトしないんで、次回は絶対綺麗にしたいと思います。ちょっとこの背景をですね、もうちょっと綺麗にしたいんですけど、まだちょっとその準備ができたんで、またきちっとやりたいと思います。今日はですね、仮面ライダー11話吸血怪人ゲバコント、これをいきたいと思います。でこの回はですね、もうこれをまた見逃せない。なぜかこのエピソードは全く藤岡弘さん点が出演してません。全部切り抜きのフィルムです。でこれをですね、その藤岡さんが怪我をした後、いやもう吸ったもの出してどうするか、代役を立てて、怪我したから代役にしますってテロップで出すか、藤岡弘さんが怪我したっていうテロップ出すっていうのは夢がない。じゃあ本郷猛死んじゃったってことにして違う人を出すか、これも夢がない。どうしようっていう、そんな感じの中でですね、でもまだ仮面ライダー、まだ藤岡さんの怪我はそこまで重いかどうか分かんなかった頃だったと思うんで、とりあえずフィルムをこうつなげて、この難を乗り切るっていう、そういう感じだった頃ですね。でですね、なんと言ってもこのストーリーですね、一番の注目は仮面ライダーを救った男、滝和也の登場です。これがですね、やっぱりこの登場することによって番組をストーリーでつなぐという発想ですね。それでこのストーリーが成り立ってるんですけど、基本的にはですね、ゲバコンドルが仮面ライダーを倒すために作られた怪人なんですよ。でそれでストーリーが回っていくんですけどね。でこの滝和也、これ千葉二郎さん、千葉真一さんの弟さんですけど、この明るさがなんかちょっといいんですよね。なんかその仮面ライダーってすごい暗いじゃないですか、初期って。なんかその食感も残酷だし、藤岡さんもちょっと影がある感じのキャラクターですから、そこにちょっと明るい、こう笑うとスマイル爽やかみたいな、そういう人がここの番組に入ったっていうのは、結構ね、その番組の中で救いになったと思うんです。でこの人が出たことによってストーリーがつながっていくんですけど、やっぱり見た時の印象って、あ、なんかかっこいい兄ちゃん出てきたなっていう感じですよね。だからその後々一文字隼人、佐々木武さんが出てきて、また藤岡さん戻ってくるんですけど、それなんかそのみんなその好対照な感じで、すごくなんか親しみを持って見れるようになったキャラクターですよね。でこの人が出てきて、チーム親父さんですね本郷猛がなかなか現れないんで、こうチームを作るんですよ。で親父さんがその頭になって敵と戦う、ショッカーと戦うっていう感じのストーリーなんですけど、まあですね、滝和也はやっぱり八面六臂の活躍でですね、このアクションもですね、研究会のこうガーンとこうなんか曲がってポーズっていうのとはちょっと違って、こう軽い感じ、なんか体操系のアクションっていう感じで、すごくなんかこう、あ、いい兄ちゃんだなっていう、そういう感じがしてですね、非常に。でですね、また僕これ研究会のインタビューの後に見たんで、アクションまじまじと見ちゃったんですけど、いやこれね、やっぱすごいね。車の上からですね、車の上でアクション、ライダーとゲバコンドが戦うんですよ。それでね、ライダーにバーンって投げられるんですよね。で投げられてバーンって地面に落ちるんですけど、車の上から。もうね、マットとか一切なしです。一切なし。もうね、これ、昔、今の怪人とこういっぱいついてるじゃないですか。だから結構ね、落っこったりこう背中からバーンってぶつかっても痛くないんですよ。こうクッションになるんで、着ぐるみが。だけど昔の怪人ってこうタイツにちょっとこうつけただけっていうノリなんで、体にダイレクトに来ると思うんですよね。だからこの屋根からバーンと落ちるっていうあの仕草って、もうね、何にも考えてない、まさにお前やれ、いや、やれ、分かりました、はいっていうしかないっていう中でアクションやったと思うんですね。
あれはすごい、よく見てください。全体はですね、その、オールこれ珍しいっていうか、これはあの初めてなんですけど、アクションが全部スローモーションで撮られてるんですよ。だから結構そこら辺はどんなアクションしてるのかなっていうのが見れて面白いと思います。そして一つ。これね、今絶対できない。ゲバゴンドロがですね、ライダーをガーンって投げるんですよ。で、投げて、その、地中に叩きつけられてライダーが潜るんですけど、こっから上、マジで埋まってます。とね、これ、どうやってんだこれはと思うんだけど、もうね、全部埋めてんですよ、こっから上。あのね、犬神家の一族じゃないんだから、寄せっていう感じなんですけど、さすが、昭和大野研究会仮面ライダー生田スタジオって感じなんですけど、どうやってあれ呼吸してんのかなっていうぐらい埋まっちゃってるんですね。もうほんとね、あの辺の突撃精神って、もうどうやって設定してるんだろうっていうぐらい不思議です。で、やっぱりですね、で、またすげえのは、そのショッカーの基地のシーンなんですけど、後ろにあのゲバコンドルがこう、改造し、資材に乗ってて、後ろにそのショッカーの各怪人、こんな怪人今までライダーにやられてきたっていうんで紹介があるんですよ。で、この、全部ね、それ壁画になってるんですね。壁の絵になってるんだけど、その絵がですね、もう油絵っぽく、あれ油絵なのかな？すげえかっこいいんですよ。美術やってた天才、高橋明さんの絵だと思うんですけど、クモ男、コウモリ男、サラセニアン、それからサソリ男、もうね、これぜひ見てください。ここ見るだけでも、この回のを見た価値があります。ほんとアートしてかっこいいですね。この仮面ライダーのこの初期のデザインっていうか、このセットデザイン、もう素晴らしいの一言ですね。このストーリーでね、見てやっぱ思ったのは、その、素面のね、いわゆる素面のヒーローがいない時でも、仮面ライダーは神出鬼没で、ピカーンって現れる。待てって言って現れると、いつでも現れるかなっていう、それでもなんとなく画面的には OK かなって。っていう感じを、持てるような回ですよね。だからこれ見たスタッフは多分、あ、このやり方いけるなっていう感じでやったと思いますね。そういう意味ではまた、滝風が、こう、急に出てくるライダー、神出鬼没。これはですね、この仮面ライダーシリーズの中で大きな発見だと思いますね。で、またね、この、その、ショッカーの基地に潜入するんですけど、この潜入がすごいんですよね。だって、終わりさんと、裏若き、緑川リル子さんの結婚式、そこであげるっていうんで、2人がカップルになって、その結婚式場の下にショッカーの基地があるんですけど、そこに2人で行くって、今だったらなんかあるかもしんないけど、当時、どう見ても親父さん50歳以上ですよね。で、リル子さんはどう見ても20歳前後じゃないですか。その結婚式の設定って、すごいですよね。それで、そのストーリーの中で、リル子さんが、本気にしないで。本気にならないでねって言うんですよ。これはちょっとね、笑っちゃいましたね。やっぱさすがですよね。でもね、このやっぱりね、スクリプト、シナリオがですね、うまくできてて、これは長石孝夫さんですね。ライダーやってた時の助監のやってた長石孝夫さんがやってるんですけど、これですね、当時藤岡さんが怪我をしました。じゃあ、その休める時だけストック作っちゃえって言うんで、1話から10話で全部見たと思うんですよ。で、当時ほら、ビデオとかコンピューターないじゃないですか。だからもうほんとそのまま、全部見て、スクリプト、シナリオをこう見て、藤岡さんのシーンをこう書き出して、全部つなげて、スクリプトを、脚本を、ストーリーを構成するっていう。これはですね、やっぱりその、平山さんとかスタッフのアイデア、なおかつこの、長石孝夫さんの、脚本力。これにこのストーリーは助けられてますね。でもやっぱり藤岡さんがこう普通に出てこないんで、全体的にはやっぱちょっと厳しいなって感じですよね。だからやっぱりこの頃のライダーの生田のスタッフ、まあ慌ててたんでしょうね。でもこの滝和也っていうキャラクターが出ることによって、この仮面ライダーが助けられた。まさに滝和也は仮面ライダーを守った男ですよね。これはですね、もう評価しうる最大のことだと思いますね。ご視聴ありがとうございました。よかったらいいねと、登録をぜひ押してください。では、また。